Welcome to In the Lightroom Mini. 皆さんこんにちは、山田裕斗です。写真の周辺光量補正をすることは、風景写真やポートレート写真において被写体を注目させるために非常に効果的な方法です。今回は遠景グラデーションと周辺光量補正の使い方をご紹介します。風景写真では周辺光量補正スライダーを使って単純に四隅を暗くして中央部分を注目させることができます。しかし、中央に注目させたい被写体がない場合は遠景グラデーションツールを使って独自の周辺光量補正効果を作ります。右パネルのアイコンをクリックして遠景グラデーションツールを選択します。注目させたい被写体の中心点をドラッグして遠景グラデーションを設定します。グラデーションの外側に補正を設定するには遠景グラデーションツールのパネルにある反転チェックボックスをチェックします。露出スライダーを動かし、周辺光量を下げて画像を暗くします。ご覧いただきありがとうございました。ぜひご自身でもお試しください。